こんばんは、夢宮でございます。本日はですね、こちらご覧ください。プレイステーション5ですね。こちらを分解していきたいと思います。なかなかね、このプレステ5は手に入りにくいということでね、転売屋の皆様が精を出して買い占めているということで、あんまりよろしくないことだとは思いますが、まあそれは置いといてですね、早速こちらの分解をしていきたいと存じます。まずね、これはですね、ここに台がついてるんですけど、台は今ありませんので、このネジを外してまず台を取ってあげてください。まずこちらのね、側を外していきましょう。ここのね、 PS の切り抜きみたいなロゴみたいなところがあるんですけど、ここをこう上に持ち上げながら、こっちの方向ですかね、この方向にスライドですね。こんな感じですね。でこちらをひっくり返して、でこちら側はね、こっちのこううねってない方の角を持ち上げて、ちょっと勢いが過ぎたけどスライドします。そしたらですね、今度こちらですね、この封印シール、ここを剥がしてあげます。おそらくこれを剥がすともう保証が効かなくなりますので、自己責任でお願いします。これ剥がすとね、このような丸バツ丸バツみたいな、丸三角四角バツみたいなシールになってて、剥がしたのバレますので、もう剥がしてしまったらもう後戻りはできませんと。そうするとここにね、フルクスネジが1本出てきました。そしたら今度ここですね、これね、プレステ4にもありましたね、丸三角四角バツのネジがございます。これを外しましょう。まあ、順番はどうでもいいんですけどね。結構長めのね、こんなネジです。でこの銀のプレートを外すと、次はね、この一体のこれ後ろがシールでついてますので、この部分を剥がします。これは手で普通に剥がして大丈夫です。そうするとここにね、ファンのコネクターがありますね。でこちらのコネクターも抜いておきましょうか、ついでに。でコネクターを抜くときは、このエンジニアさんのですね、 PC ボードコネクターエクストラクター、こちらのアイテムを使うと非常に安全にコネクターが取り外せます。これ概要欄に載ってますので、よろしかったらご参考ください。引っ掛けてね、簡単に上に抜くことができます。でこちらのね、コネクターですね、このコネクターね、どちらか分かんなくなっちゃうといけないから、どっちか一方にね、こうマーカーで印なんかつけとくと便利ですよ。次にね、このギザギザのこの部分ですね、このプラスチックの部分取れますので、これを上に引っ張ってあげましょう。そうするとこのファンのネジがいじれるようになります。このファンのネジはですね、フルクスですね、星型のドライバーになります。独房線のドライバーですね。これトルクスじゃないっけ、ヘクスロープだっけ、ちょっと名前がよくわかんないんだけど、こちらのネジを4本ありますので、
外していきましょう。結構長めのね、こんなネジです。でファンの保護プレートとファン自体が取り外せます。結構でっかいファンですね。いい回り具合。で次にね、この周りのネジを外していくんですけども、ここに矢印が書いてありますね。このネジを外していきましょう。これも6房製のネジですね。このプレステ5はどうなっちゃったかっていうと、 HDMI 端子が故障した疑いがありますということでお預かりしたものですね。今から分解してね、 HDMI 端子を交換していきたいと思います。交換するところはちょっと動画にはしませんけどね、分解まで動画でお付き合いくださいませ。ちょっとね、こういう一本だけ長さの違うネジは分かりにくいから、ちょっとマーカーで印なんかをつけとくといいかな。そうするとね、いろいろ見えてきますよね。で、このね、こちらのユニットを外す前に、ここにね、青いケーブルがつながってます。このケーブルを抜いてあげましょう。で、このユニットを取り外す前に、こちらのケーブルをですね、この銀の部分を少しこう、ちょっとだけこっちにこう、やりながら、青いところを引っ張ってあげます。そして抜きましょう。そうするとこちらがごっそり取り外せますと。これは光学式ドライブですね。ちなみにね、こちらをご覧ください。ここにね、M.2 の NVMe なんかをね、挿せるようになっておりますね。ちょっと埃があるので、こういうのを払っておきましょうね。
あとはね、この非常にたくさんあるネジをひたすら外していって、この上の銀のアルミのプレートを外していきます。いるんじゃないかな、これ。ネジの数がね、やたらと多いんですよね。もうちょっとね、少なくしてくれないとメンテがしにくいんじゃないかと思いますけども、どうでしょうか。おいおい、めちゃくちゃあるの、これ。数えてないけど何本あるんだろう。そしたらこのケーブルも外しておきましょう。ちょっとアップしますか。こちらのケーブルも、この押さえラッチみたいのがあるので、これをこっち側にちょっとだけ倒しながら抜くと。ここまでできたら、このアルミプレートが外れるはずなので、これを外していきましょう。どこ外そうかな。ちょっと向き変えますね。
で、これでアルミプレートが外せました。これちょっとね、少しずつ慎重にやりましょう。どっかに傷つけちゃって、ここがね、外れてしまってもいけないので、慎重にいきます。ちなみにこれひっくり返してみると、昔はね、あのスポンジみたいなパッドが貼ってあったんですけど、四角いのがこの丸い白いのになってますね。このグリスの塊かな、これ。多分これはグリスの塊ですね。シリコングリスのメモリ等を冷やすためのグリスですね。冷やすというか熱伝導率を高めるグリスですね。次にこちらのね、ケーブルを外しましょう。これもこの銀色のラッチを下に指で押し下げながら引っ張るんですけども、ここにね、爪を、片爪じゃなくて両指の爪でこういう風に均等な力で引っ張ると良いと思います。結構硬いですから気をつけてください。そしたら今度これですね、このブーメランみたいな形の、これヒートシンクですので、 CPU を冷やすヒートシンク、こちらを外していきましょう。プラスですか。そしてこのマザーボードを固定しているネジも外していきましょう。ちょっと分かりづらくなるといけないので、ネジに印をつけていきましょう。今外すときはね、焦らずゆっくりやりましょう。どっかネジ止まったりしてて、こう思いっきり圧かけちゃうとパキッていっちゃいますからね。ここの突起かな、ここを外せば大丈夫そうですね。ここにね、電源のコネクタがこんな感じでついてるので、ここはちょっと硬いですからね、少しずつこうこじってやってあげましょうね。そうすると皆さんが塗りたい CPU の頭の方が出てきました。ここにね、グリスを塗ってあげたりするのが、よくグリス塗ってみたみたいな作業になります。このシリコングリスがこうあって、結構ね、あの PS4 に比べるとグリスの量は多いですね。
はマザーボードのボタン電池。ボタン電池はパソコンのマザーボードと同じ CR2032 ですね。内部電池が切れたらこれを交換しましょう。ES5EDM010 という型番のマザーボードですね。今回はこの HDMI 端子がおかしいんじゃないかということで、こちらを交換していきます。で、分解はまあここまでになりますけれども、こちらの動画が皆さんの PS5 のメンテナンスにね、何かお役に立てれば幸いに存じます。もしもこの動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価、コメントなどいただけましたら幸いに存じます。なかなかね、この PS5 は手に入りにくいので、そう簡単にはね、分解して手に入ったとしてもいじり回すっていう機会はないと思いますけれども、ファンの清掃ですとかグリスの塗り替えぐらいでしたらやれると思うので、慎重に分解してメンテナンスして、ね、長く使ってあげるように大事にしてあげましょう。それでは本日はこれにて終了とさせていただきます。次回の動画までどうぞごきげんよう。